使用させていただきます。北九州市役所1階のロビーに今朝竹内和久市長が募金箱を設置しました。この募金箱はおととい発生した大きな地震で被害が出た台湾を支援しようと設置されたもので、早速市の職員などが募金していました。北九州市も台湾と非常につながりの深い歴史を持っております。現地の被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復興を心からお祈りをいたしたいと思います。皆様、募金の方よろしくお願いいたします。募金箱は市役所のほか各区役所と北九州国際交流協会の合わせて9カ所に設けられ、今日から6月28日まで募金を受け付けます。集まった募金は日本赤十字社を通して現地での救援活動などに役立てられるということです。